飛燕しかなかったんですが、一応ドーファン J 軍の、下段下げですね。あれ、ああ空中になりますね、はいはいはい、1グレ判定なので回避することは可能なんですが、体力的に3ヒットはしますので死にました。さてここで R さんが出てきた。さあキャラ的には当然北斗まで厳しいんですが、 R さんグラント戦はかなりやり込んでます。さあなんか新規に来た方は結構 R さんを苦手にしている人が多いですね。まあ北斗丸でこれだけ上手い北斗丸とやる機会はほとんどないに等しいので、大社です、大社通ります。さあまあ和田さんがいらっしゃればね、なかなか北斗丸やる機会があるんでしょうが、なかなかに厳しい。さあしかしこれはなかなか北斗丸ペースですね。最近の対グラント戦のトレンドなんですが、 TOP を真ん中に置く人が多いですね。一発円月輪コンボを食らっても TOP が消えないので、中盤以降非常にやりやすいということで真ん中に TOP を置くケースが増えています。さあしかしこれは北斗丸ほぼ後部に近い。さあしかし一発当たるで厳しいが、いい空投げです。さあ手裏剣、しかしこれはワンゲージあるので怖い。削る銀が間に合った、これはいい判断だった。R さんが無理と一言、気持ちはわかります。先頭 TOP のグラウンド戦で真ん中にしてる人が増えていると言ってましたけど、まあ小葉さんとか結構真ん中の、なんだっけ、真ん中 TOP の体力満タンの時にコパンエグゼをするといい感じでTOP が入っちゃうのでちょっとためらうそうですね。ああなるほどなるほど、そういう意味ではまあグラント側としてもやっぱりいい牽制になるということでしょうね。さあここで TOP 入った。さあグラント側はここで一発差し込みたいところですね。さあ R さんいい固めですが、さあ割れに割れそうだが、グラントはここから硬い。さあ見た目通り非常に硬いグラント、ガクラチも体力も多い。割れなかったが安い、これはちょっともったいない。まあゲージを使うのはためらう体力だったので気持ちはわかります。まあここはさあゲージ温存しての次のラウンドにかけたんでしょう。さあこれが吉と出るか。さあ対する北斗丸側も同じく P ゲージ。さあまずはゲージを使ってでもグラント側の TOP 切りたい。さあここは TOP 入った。さあ北斗丸側ここからが勝負です。さあいい立ち回りです。いやー刺さった、潜在炎月使ってきた。これは体力を奪うのを重視した。さあこれは北斗丸非常に厳しい。さあこれで TOP が消えた。さあしかし硬い。いやーしかし厳しいな、これはさすがに。いやー最後は逃げジャンビーからの炎あの滅傷で勝ったのは坪さんのグラント。さあどことの出来の悪いジェニー あのミスを見事にフォローしましたね、さすがです。次ここは FA さん、コンタさんのチームとゴンズさん、アビス中止さんのチームでーす。はい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 、どうぞ。あ、じゃんけんどうぞ。さあもう完全に常連同士の強豪チームですね。さあこれはいい試合が期待できます。お、これは、近田さんチームが勝ったんですが、近田さんがドファンとやりたいってことで後出しを選択。それはまあたまらずやっぱり近田さんは 2P 側を取る、それはまあ間違いないですよね。まあ、理想としてはやっぱりこれはまあそうですね、まあ、テリーがちょっとカインきついんで、まあ、ホタルもきついですけど、やっぱりFA さん側は 1P 取りなかった、 1P とか 2P 取った方が良かったんじゃないですかね、やっぱり。そうですね、まあここはしかし、まあなんとか、行きたいところですね。まあドンファン比較的機械にはあの対抗する手段があるので、いやーしっかり暴発をとがめていく。さあコンタさん相変わらず非常に硬いです。なかなかテリーの崩し能力で硬いコンタさんを崩すのは大変だ。これはいいカウンター。さあここからコンボ。さあ体力虫の息だが、ホタルには ゲージがあるので一発刺さったらこれはまずい。いやーバーンが出たがまだ残った。さあどうなる。いやーこれは裏回った、めくれなかった。素晴らしいゴンさん、いい粘りですね。さあラウンド2、さあテリーが画面上追い込んだ。さあこれはホタルとして早く抜けたい。いいですねこの
ホタル使い、やっぱりホタルをしっかり使い込んでらっしゃる方というのは、この逃げの空中技とかの使い方が実にうまいですね。特に連撃でしっかりリスクを減らして逃げるのが非常にうまいです。そんなに目立たないところなんですけど、あのホタルはガクラチも体力も少ないので、こういった細かいディフェンスの技術は非常に重要になってきます。さあ暴発、さあこのラウンドは完全にホタルペース。さあホタルは守備の手段は非常に強いものを多く持っているので、もともとちょっと空中技地上技ともに弱いケリーがリードをされると結構厳しいです。さあ一気にゲージを奪いたいが、ちょっとここも見せた。おお、いいダブルアップ。おお、これはうまい、一発ネタしっかり叩った、素晴らしい。ここでキンディからのチャージを温存しましたね。いやー、これは素晴らしかった。勝ったのはゴズさん、大きいですね。さあそして出てくるのは FA さんとアビス中止さん、まあ棚さんですね。さあこれは見ものですね。横にはカノボさんがノジアイをしているためアドバイスをしてもらえるかなみたいな。さあ師匠は田村さんとノジアイに没頭しております。さあこれしかし久しぶりに FA さんとやったんですけど、 FA さんやっぱり相変わらず非常に読みづらいです。アーテムの使い方、はい、アーテムの使い方ですとか割り切り方は非常にうまいですね。というか真似しづらいです、 FA さんは非常に。ニコニコのなんかコメントだったんですけど、 FA さんはあのカインの全部を使いこなすという、なんかあーなるほど、非常に面白いですね。個人的にはとてもいいと思います。さあ、あの すいませんゴンちゃんさん、ちょっと動けるのですか。ありがとうございます。さあ始まっているが、ちょっとこれは不運、ゲージ溜めたところにランチでブレーキングミスが刺さる。さあしかしこれはドンファン側はゲージを溜めて TOP を一気に消したいところであるが、 FA さんのこれはカインペース。さあ画面端追い込んだ。さあ小ジャメからのいい攻めだったんですが、ちょっと見せましたね。さあ出た、なぜここであの C フレームが打てる。すごいセンスをしてますね。あーこれは強フレームだった、いい読みですね。さあしかし下に久しぶりからライメンさん刺さる。今日の棚さん粘りが素晴らしい。出た、あさあ FA さんここで2ゲージを使う、完全に感性で戦ってますね。アギさんよく全てを拒否するせいで。これは本当に読みづらい。いや FA さんなんか適当に打ってるわけじゃなくて、基本の技術がしっかりした上でああいうなんか独自の使い方をしてくるので、これがなかなかに読みづらい。さあしかし今回は完全にドンファンペースだが、よく打ちました。はい、台車取ります。さあ TOP を消した、これはドンファンが美味しい。さあここはきっちりガーキャンから反撃。さあこれはゲージを使わずにラウンドを取り返すドンファン側としては理想的な展開。さあ対するしかしカイン側ももうすぐするとゲージが1本と3分の1ぐらい。さあこれは TOP 入るまで2ゲージ貯めておきたいところですね。カイン側としてはまあ無理に奪わ、あの相手の体力奪わなくても TOP 一発でいけるところに、さあここから来たセットプレイ。さあここは暗い逃げをしたが、ちょっとドンファン側体力が厳しくなってきた。うまい、いいつなげ。さあ TOP 入りそう直前、さあ入ってしまった、これはちょっと不運か。さあ、ああ暴発、カウンター限定コンボが炸裂して勝ったのが FA さんのカインです。おめでとうございます。空砂陣のオリギアもカウンター暗い判定なんですね。さあドンファンカウンター判定が暗いところ、さあここで出てくるのはゴンズさんのテリー。しかしこれはカインがまた辛い。通常技が勝てない、あの結構空中戦も厳しい上に、まあセットプレーが返しづらい。さあまあなんとかゼールとかをバスターで抜けるというネタはあるんですが、読まれるととんでもない反撃を食らうが、ここで今日のバンナック暴発。しかしまあちょっと安く済みましたかね。いやーちょっとここでバーンの暴発が目立つ、さあ厳しいか。さあしっかりここはジャストして TOP に戻した。さあこれはまだワンチャンがあるところにこれが刺さるフレーム。さあ厳しい、さあクラックが出た。ちょっとさっきから暴発が目立ちますね、珍しい。さあチクチクと刺す、まあそれしかやることないですね。いやーこれは今日のランチェでした、ジャストができず。さあ1ラウンド取るのが FA さんのカイン。
さあしかもサインガー結構ゲージがある。さあしっかりダンクを警戒して、まあ、これを警戒されると、ああジャンシーミスが刺さったがちょっとコンボにいけなかった。さあしかしこれはいいくらいにリラックスしましたね。さあここからどうするか。テリーガワジャンシーが刺さったがこれはダンクが出なかった。いやしかもこれで TOP 上のセットプレイ。おっとしかしああ暴発したが一回がコンボミスった。さあ残った出た。おっと素晴らしい。さあ FA さんこの有利な状況でも、あー手元の FA さんらしいといったところですが、まあここはしっかりお約束のパンツァーじゃなかったダンクが刺さり勝ったのが FA さんの感じですね。おめでとうございます。はいはいはい、思い知るがいい。次うちらですか。はい、あ、アルさん次うちら試合なんでよろしくお願いします。深谷さんに解けられちゃった。では次の試合に行きましょう。リオバイデンさんと記念参加っぽいさん、まあ、JR さんですね、とツボさんと、ニコロさんの試合で試合でお願いします。はい、今日はちょっと時間的に3月厳しいですね。で誰か実況やってくださる方いないですか。いい勝負でした。パターさんやりましょう。お願いします。いや全くなんか同伴使いが集まる理由はないと思うんですけど、うん、全くないです、まあ、まあさっきの試合見る通りね、もう俺とかオワコンなんで、あとは田中君がどうにかしてくれるよ。いや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 、これはクレイジー君と誰、ツボプラスさん。あーはいはいはい、ツボさん硬いっすね本当に、ね、いろんなとこがね、まあ、タイはないよ今のは。さあしかしクレイジーさんが画面端で固めて、確かね、いつだったか、和田君と坪さんがやってたときにね、流星ら食らった後に受け身取って、裏表よくわかんないの3回ぐらい食らって死んでんの見たんだよね。クレイジ君、だから弱点はそこだ。そう、ループループ、ギルティーかと思ったよ。さあ、最後は立ち A。クレイジ君もなんだかんだ言って、やる気勢だからね。使ってるキャラがキャラだから、あんまり結果は出てないけど、個人的には応援したい男です。基本的に強キャラ使ってる人嫌いだから。いや全然いいんじゃないですか。強キャラ使ってて好きな人はコバさんとお前さんだから。いい男だから。さあいやでもプレイスさんもいい感じにゲージ回収してますね。ためてるから、そうあそこでちょっとグラント側今円月に打つのためられましたね、まあ、殺せはするんだがっていうところで、プレイスさんとしてはもう第2ラウンドはまあもうゲージ溜めるんで、まあ、ゲージ溜めてダイスなんで勝負っていう感じですか。そうそうそう、もうこの体力差になっちゃうと相当ね厳しいから、あいいんじゃないですかこんな感じで。さあいい感じにまあ対空を滅消してですね刈り取ってるっていう感じですね。あの滅消もだんだんするとあのこうああいうね甘えをぜひとも飛燕山とかで買ってもらいたいんですよね、ああいう力の方客と。でも相当難しいですね。難しい、引きつけないと逆に当たってもこっちが空中やられになっちゃうんで、ああ打ち取れたとしてもちょっとそれが厳しいかな。ここでうまい、そう切れねえの、ポップがまさかの切れない、どうかしてるぜ。しかし画面がやっちゃったけど、まだ諦めんなよ、あるよ体力あるよ、ゲージもあるよ。さあまだ逆転の目は残ってる、はい、ガーキャン、そうだよあるじゃん。さあ逆ガードできるから、そうそう、この壊しとね投げを絡めたラッシュがまあジェイフン強いところなんで、さあこの画面端うまく生かしていきたいが投げて、はいセットプレー当たって、おー逆、やったさすが、かっこいい、かっこよすぎる。さあまず先方先制したのはクリスさん、いいっすね。そしてこの後ろについてるこの記念参加っていう名前の人が本当に心強すぎる、背番号8で、これはまさかの兄弟対決ですかね。おーこれはいい煽り合いが見れるんじゃないですかね。さああとはお兄ちゃんが何を引くかですね。これはお兄ちゃんは中野でロックグリボンホタル、あともさっきケビン引いてたケビン、あなんか木曜日来た時はまあその4キャラしか出なくて泣いてましたけど。
大した大丈夫、その分の運が今来てる。あ、運を送っているさあクリスさんが運を送って乱数調整中さあさあ、そしてジェイフン、ジェイフン、なかなかジェニースが厳しいね。ドンファンに比べると本当にハリアに対する対抗策があんまないからな。しかし、これはまあ、兄弟ならではの独特な読み合いが発生するかと。さあ挑発が走る俺がいいんすかね JRK。 さあハリア TOP 先頭、投げ外す。ハリアあの技に対してね、確保とした反撃を持たないっていうのはやっぱりきついですね。ガーキャン、飛燕山とかしかない。飛燕山当てて、はい、いい、切り返し。そういうことになるんすよ。ダメなんだよ。でこれでね、また倒しても出てくるな、ジェイフンっていう。うまい。でもあれ、バックステハリア読みの金 D なんだが、またタクが繰り返すっていうね。まあそこはバクステ確認して砲撃とか打てるといいんですけどね。ドンファンだったらもっと楽で、まあとりあえずジャンプしてっていうのがあるんで。さあしかしタイフ逆転、リードして、あとはもう守るのみだが、くー投げー、やーっと投げ外す。さあ強気、強気のクーナイクルダンディだったがいいね、さすが、これが JRK か、いい家だな無理って言いながら実は勝てると思ってますやんやらしいなこの人、本当にもう。さあまだトップは消えてないから、そうこれを大事にしたい。さっきなんか、ああ甘えたハリアですねって言って、甘えたハリアに兄が引っかかるというこの構図さあ多分、さあ現在入ってここで砲撃 TOP 消える。しかしゲージ差が、あ今ダーキャン読み、さあおっきた、兄貴は容赦しなかったが、さあこれ永久完走できなくてワンチャン登ってしまう。さあ逃げながらゲージを試す定めたい。最後壊し、しっかり下へ向ける。そして挑発、まあうまくやったんじゃないぐらいのまあ意外と強いなみたいな感じでしたね。さあ投げてうまい、カラージャンプ読んでめくって流星落、これは減った。さあゲージを使わないのはさすがっすね。急投げ、そうっすね、今のは TOP 切れるんで十分。うまい、ここまで温存してきた。攻撃終わった、これは死んだだろう。そしてさあ GR さんから納得のいかなそうな声が、さあ挑発、お兄さんいいね、いい勝負でした。さすが兄は強し、兄最高ですか。さあ決勝進出はクレジーさんと記念参加さんのチームとなりますと。まあ本日、3位決定戦の方、時間の関係上、まあ省略ということで決勝戦の方行きたいと思います。本日の決勝戦 FA 会員、コンタホタルチーム VS 先ほど勝った書いてなくね、書いてないよ両外税税軍記念参加っぽいルーレットの、チームになりますと。カインホタル対ジェイフンルーレット、これはルーレットのが何を引くか。まあ中野に来るまでにあのアルファステーションっていうゲームセンターであのみんなで画廊をやってたんですけど、あのその中にまあ記念参加さんもいたんですが、一人だけ連勝が止まらないっていう。24で1200円みんなから巻き上げたっていうねなんというビーバップ、片方の筐体にだけ50円が大量に入ってるってい う, そう謎の状態がすごいですね本当にちょっとね、ケビンは使用禁止にしていただきたい強すぎるね、ちょっとあのキャラねそしてそのケビンが出なくても決勝戦まで来てしまった。これはやっぱりあのケビンだけじゃなくてプレイヤー好きですよね。 JR さんがね、やっぱりいろんなキャラ使えるんで。 FA さんがいない、そして FA さんがいない、あちょっとトイレ行ってましたね。いや、じゃんけんの方はもう済んでますか、まだっすか。さあ、じゃんけんに勝った JR さんが2…じゃない、JR さんチームが 2P で先に、さあ、両替税さんのクレジさんが来ると。両替税っていうのはあれですよね、あの、長野 TRF に来るときにあの、1万円…じゃない、100円玉を
100枚持ってきて業務了解してくださいって言って1万円ずつ交換したね。え、なんで。ああ、100円不足を解消するためにいい客だよ。さあ、ただモミさんもちょっと困った顔してましたね。さあ、これは最近いわゆる噂の2人ですよね。そうですね。噂の2人、最近なんか対策が進んできて、そう、姫川あゆみ対北島麻也みたいな。さあ、やっぱりいやー、奇襲がうまい。さあ、中段実は持ってますよ。さあ、フレームで下段を潰すと、そう、あの下酒もね、当たると有利なんだけどガードしちゃうと不利っていう。ああ、なるほど。あの関西勢の動画でやってたんですけど、あのグラントの下酒をよく使う人に下酒食らって俺様で反撃っていう、あれマイナス3なんで食らうと。なるほど、これはうまい。うまい、さすがクレジさん、さすが俺たちのクレジ、さすがのナンバーワン。さあ、ここでカインを倒しておくと JR さんは相当楽になる。はい、流星ラーク、いい体力だ。しかもトップ手前、これは動けない、小足が刺さっても悪い。攻撃いけるよ、いい、そう、うまい、しっかり攪拌。確かあの上段先は発生出さないとマイナス7だったかな。そうですね。さあ、小足、小足強気に 2B を振って、これがランツを潰すっていう噂の小足ですね。もうこうなったらもうガンガードですね。 TOP もないお前なんかゴミだよってことかな。さあ、ヒエンザオ王客強い。いや、パーフェクトで、さあ FA さんを蹴散らして、いや、さあ、そして後ろに控えるはこの記念参加、奥さんのね、目を盗んで、奥さん、え、なんか記念参加っていう名前はなんか普通に違った理由らしいですよ。あ、違うの、なんか奥さんが仕事記念っていう。あー、なんと不謹慎な。やった、奥さん、奥さん仕事で俺ガロできるっていう。やったーっていう。公共の電波じゃないから大丈夫だよ。大丈夫です。あー、文句言われてるんだ奥さんからね。さあ、やっぱレデンさんがいた結婚したら負けっていうのはガチの可能性ありますね。なんか去年の日月選手、北斗丸、しかし JR さんが北斗丸、コンタさんはまあまあ知ってますからね、散々ね。そうですね、 R さんと常日頃やってるんで、やってますからね。あの二人がちょっと俺怪しいんじゃないかって睨んでんの最近。どういうことですか。いや、二人、俺と R さん二人の時に R さんがコンタさんを褒めちぎるんですよ。いや、あいつはできる男ですみたいな。どっちがあれなんだっていうね。やめた方がいいっす。やめた方がいい。大火災になる可能性があるこれ。雨端を押し付けて、さあ、爆破しそうだが、ここで返すね。あー、活気がいらんことだった。雨端を押し付けても無理はしない。あ、赤くなったり青くなったり。そして割れた、つま先当てで割ってから手裏剣当ててと、ラウンド取るのは記念参加っぽい。さあ、ルーレット、あー、よくわか、届かない、なんとか歩きが足りなかったか。ここでうまい、しっかり早出し見てから下先やって、これは減った、投げる、うまい。そう、この技があるのか。さあ、ガキを誘って、さあ、ここはできるだけ無理はしたくない、ゲージも欲しい。ホタル川、最後は立ち見、おっと、まああんまり格ゲーやってると死体蹴りってよくないですけど、このゲームに限っては死体蹴りやった方がいいと思うんですよね。俺は、そうですね、ゲージ溜まるんで、ゲージ溜まりますからね。さあ、上段先警戒してしっかりジャンディ引き目。さあ、この読み合いが熱い、踏んづけからめくりっぽいけど、ダブルアップ狙って画面端、さあ、画面端、これが怖い。さあ、どうする、ガクラシもそろそろ怪しくなってきたんじゃないか。バックステージちゃった、ジャンプ攻撃ジャストしようとした、投げる、最後は強手裏剣ということで、本日の優勝、さあ、両外勢ジェイフン、記念サッカーっぽいルーレットのチームになります。おめでとうございます。いやー、うまいっすねみんな。いやー、久しぶりに来たと思ったら優勝かっさらって、なんか、いやー、さあ、じゃあおめでとうございます。2人に話を聞かなくていい、いや、一言お願いします。今日お願いします。全部 JR さんのおかげです、ありがとうございました。
記念参加なんでね。かっこいい。ということで、まあ本日優勝商品の方出てます。本日優勝商品の方が出てます。じゃあまずこのガシャポン、プラレールこれどの、あ、ゼータさんから、まあこれエノデンのプラレールですね。、はい、まあこれさあ嫁に捨てられるのでクレイスさんにあげると。で本日のさあ目玉の優勝商品ですね、はい、ゴンズさんからいただきました、伊藤園天然カツオだし味噌汁日本になります。おめでとうございます。あ、本当だ。ちなみになんですけど、この味噌汁 R さんが死ぬほどまずいと言って、こんなまずい味噌汁は飲んだことがないと。本当になんかこの味噌汁はひどいということで、まあ、TRF での画廊勢で大流行した味噌汁ですね。はい、じゃあお願いします。巷ではデスソースって言われてるらしいです。せめて温めてからの方がいいんじゃないかな。あれ一回冷蔵庫に入れた。まあ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 、とりあえずプッシュだけして、はい、プルをプルタブ開けの、まだよ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 、お預けお預け。二人とも待て。じゃあ優勝を祝して乾杯。なんで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 なん、あれ、あーまずいみたいですね、やっぱり。どんな味ですか、味噌汁の味で。出汁を取り揃えた味噌汁。さあ、冷たい味噌汁でしたと。え？優勝したのに罰ゲームですか。え？やめろよお前。そしてクレイジさんが水飲みながら味噌汁飲んでですね、完全に薄めてよくな、さらによくない、うん、相乗効果な気がするのは気のせいです。お前それで腹膨れてゲップ出ると味戻ってくるぞ。ああ、あ、それでも全部飲むんだ、やっぱ偉いね。いやあ、すごい、 JR さんはもう何もなしで完食しましたよ。さあ、男、 JR さん、奥さんの味噌汁とどっちが美味しいですか。あ、それ奥さんっす。あ、それ奥さんっす。さすがっす。いやー、よかった。 JR さんがね、嫁の飯がまずいスレの10連だったらどうしたかと思った。はい、というわけで本日の優勝は、両替勢のクレイジさんと記念参加っぽいさんの、JR さんですね、ルーレットです。で、今は告知はどうなってんの、最近来てないからよくわからないですけど、じゃあお願いします。はい、じゃあ一通り告知しましょう。毎週土曜日は、あ、失礼、すみません、毎週土曜日、画廊の無差別級大会やってます。明日日曜日は初級者の、合同大会やってますので、こちらの方お越しください。毎週木曜日は、交流団体戦やってます。はい、こちらの方もぜひお越しください。あと、TRF のホームページが更新されてますが、1月2日にキャラ全員一決定戦やります。はい、各キャラクターのトーナメントを作成して、全キャラで、そのキャラの全員一を決めて、その後でその全員一が、トーナメントですね、一人一キャラで、やっていただくっていう形で、まあ、特別イベントですね、をやりますので、ぜひ俺はこのキャラクターの全員一になるんだって意気込みのある方は1月2日日曜日ですけども、 TRF の方にお越しください。はい、あと日月選手、はい、あれ日月選手はまだ先の話ですけど、まあ、ちょっと日月選手のホームページがかなりかっこいいやつできてるんで、はい、そちらの方も随時情報が更新されると思いますので、はい、そちらの方もぜひ、まあ、ホームページ検索すると日月精神出ると思いますので、はい、よろしくお願いしますと。じゃあ本日はそんなところにしますかね。はい、お疲れ様でした。